石巻市の会社員であります。そして石巻市地元で歌で盛り上げたいとアニソンズのメンバーで頑張っている岸波修二さんです。テーマはアニソンズです。アニソンズ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 ビーニソンみんなで歌おうアニメソング笑顔になれるアニメソング、あなたも私も一緒にアニソンを歌いましょう。声を上げて心弾ませ、さあ両手上げて歌おうよ。アニソンズ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 ビギニソン。アニソンズは石巻を舞台に活動しております。私が住む石巻は漫画の町石巻として、漫画アニメで復興そして町を盛り上げようと頑張っております。石巻震災後にはですね、やはり石の森漫画館を中心に漫画アニメでさらなる復興を目指しております。私たちアニソンズも地元のアニソン歌手として被災地の心の復興と、そしてみんなが笑顔になるように町のステージで歌い続けております。改めまして石巻出身の岸波秀治です。今日は短い時間ではありますが最後までよろしくお願いします。震災後、私は何かをしなければならないと強い気持ちに駆り立てられ、支援物資の配布のお手伝いや瓦礫の撤去の進んでボランティア活動に走りました。ですがボランティア活動を通して一つ思ったことがあります。町をきれいにするだけが本当にボランティア活動なのだろうか。日々の活動に疑問が生まれました。街をきれいにする、街をきれいになったも人の心の傷は本当に街のように消えるのでしょうか。私には分かりませんでした。じゃあその心の傷をどうやって消してあげられるのか、癒してあげられるのか、私には全然分かりませんでした。反対に自分の無力さを実感してしまいました。震災後ラジオから聞こえてくる曲に耳を澄ませて聞いてみたら、懐かしいアニメソングでした。心があったかくなりました。そうだ、石巻の各ステージでアニメソングを歌えばもっとみんなが笑顔に楽しくなってくれるのではないかと思い、いても立ってもいられずお小遣いで機材を買い、街に出て人の前で歌い、年甲斐もなくコスプレもしました。ですが全ての人に受け入れられる活動でもありませんでした。始めた頃はバカにされたり、歌がうるさい邪魔だとか罵られて心がくじけそうになりました。ですが震災後だったために人の心に優しさ、ぬくもり、欠けていたのかもしれませんね。でもね、頑張れと応援してくれる方や、リクエストをしてくれる方もたくさんいましたよ。やはり石巻は震災へたくさんの思いを、そして石巻がこれからもみんなのために、そして自分自身の歌を歌い続けていきたいと、その時思いました。休日の休みは、復興ステージで今でも歌っております。アニソンズとはアニメソングを歌うグループです。アニメソングはみんなのものだし、僕だけが歌うからアニソンズではなく、みんなが歌うアニメソング、一人一人がアニソンズなんだということをこの歌の活動を通して分かっていただければ良いと思います。だから今こそアニメソングの
力を借りて石巻がもっと元気で笑顔になるようにアニソンズと共に石巻で歌い続けます。そして私はこの姿で支え歌い続けていきます。最後に聞いてください。雷神音声師アニレアン。さあ手拍子お願いします。雑音なんとリズムとハーモニー、紅の稲妻が大地を駆けるスパーク、真っ赤なボディを光らせて、白いマントをなびかせて、アニソンの愛し雑音帝国ジャマワの悪君の手からアニメソングを守るため、アニディアアニディアタンディティアギ、雷神音声師アニディア。皆さん、石巻はまだまだ本当の復興とは言えません。ぜひ現地の声を聞いてください。そしてみんなが被災のことを伝えていっていただければ、それが復興防止、被災防止になると思います。ぜひみんなで被災地に足を運んでください。アニソンズは石巻で皆さんをお待ちしております。雑音帝国ジャマワの悪君の手から石の巻を守るため、今日もどこかでハンニーディアギー守り戦い続けている。雑音帝国ジャマワの悪君の手からアニメソングを守るため、アニディアアニディアアニディアギー、金音戦士アニディア。ありがとうございました。